はい、それでは、本日は2021年度ですね、倫理試験に見事一発合格されました、斉藤美咲さんをお迎えして、で合格体験及び、それを通じたですね、短期合格の秘訣についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは最初の質問ですけども、いろいろな資格がある中で弁理士を目指そうと思ったきっかけをお聞かせください。はい、はい、現在開発の仕事をしておりまして、業務の中で様々な企業の特許広報を見る機会がございました。それでその発明の権利化を行う弁理士という職業に興味を持ちました。そして弁理士について調べたところ、理系のバックグラウンドですとかメーカーでの開発経験を生かせることが分かって、弁理士を目指そうと思いました。はい、確かにその通りですね。そういう動機の方、そういう理由の方が多くて、私も大体そんな感じでした。もう30年ぐらい前ですけどね。はい、それではレックで受講する決め手となったのは何ですか？はい、弁理士試験の勉強をするのは初めてでしたので、大手の予備校で安心感があったことですとか、一発合格の実績が豊富だったことからレックで受講することにしました。はい、じゃあ実際に学習を介してレックのカリキュラムや、講師教材について、どんな感じでした？はい、私が受講した初学者向けコースは入門講座、論文基礎力完成講座、単素基礎力完成講座の順に受講していく 3回転学習法という学習カリキュラムだったのですけれども、これによって自然と繰り返し復習することができて、漏れなく知識を定着させることができた点が良かったと思っています。はい、また法律について勉強するのは初めてでしたので、入門講座を受講した時は知らないことばかりだったんですけれども、論文基礎力完成講座、単素基礎力完成講座とステップを重ねるごとに知識が増えていることを実感できまして、自信につなげられた点も良かったと思います。はい、教材もレックのテキストとで私が、事前にですね、作ったいわゆる板書書きというかですね、レジュメっていうのがありまして、それを、うまく活用されたと思うんですけども、はい、どんなふうに活用されましたか？そうですね、担当アドバンスっていう教材があるんですけれども、それをしっかりやり込めば、その担当の問題の7割、8割ぐらいは対応できるのではないかなと感じました。ただその担当アドバンスだけではどうしても対応できないような過去問もあるので、そういった点を江口先生のレジュメで補うような形で活用させていただきました。できるだけね、背景をご説明するように皆さんにね、努めてまして、で、いろいろと合格体験にも書かれていてですね、そのやっぱ背景で、よくそこを読まれてよく理解されてるなというふうに、その体験から思ったんですけども、その辺はいかがでしたか？そうですね、やっぱりその、担当アドバンスがその自宅に送られてくるのは結構講座進めてからになるんですけれども、それまでに結構江口先生のレジュメですとか講義ですとかでそのベースの部分ができていたので、その担当アドバンスもすんなりこう頭に入っていったのかなというふうに思います。はい、じゃあ次の質問ですけども、私の講義をですね、もう入門の最初からですね、基礎と論文といわゆる担当というか3回転取っていただいたんですけども、その良かった点ですね、最初法律っていうのはもう理系の人間にしてみると、勉強するの初めてですね、そういうことも踏まえて、どうだったかっていうのをお聞かせください。はい、まず江口先生の講義を受講してよかったなと思うことは、江口先生オリジナルのコアレジュメをいただけたことです。法律ですとか初めて学習する人は何が重要で何から覚えればいいかわからないという方が多いと思うんですけれども、その真っ先に覚えるべき知識がぎゅっと凝縮されたコアレジュメをいただけたおかげで、スムーズに知識のインプットを進めることができたと考えています。またいつから過去問を解き始めるかというのも初めて学習する人は悩むところではないかと思うんですけれども、これも江口先生オリジナルの過去問計画表というのをいただきまして、講義で習ったところから順次過去問に取り組むことができました。それでは各講義の知識の定着を確認できた点が良かったです。
江口先生はその初回の講義から繰り返し受験生が陥りやすい非効率的な学習法についてこう口を酸っぱくして注意してくださっていまして、そのおかげで私はあの楽な方に逃げずに短期合格できたのだと思います。その江口先生は甘いことはおっしゃらないんですけれども、受験生の短期合格のことを真剣に考えてくださる先生だと思いました。はい、斉藤さんのね、ご大言とか読ませていただいてですね、まあ、すごくね、私がこう伝えたかったことっていうのをきちっとやっぱ理解して実行していただいてるなって思ったんですね。で、まあ、その一つがね、やっぱりその過去問を、まあ、みんなやるんですけども、その前にちゃんとその過去問を解くにはその条文があって、でそれがちゃんと頭に入って、でそこにその問題を当てはめて答えを出すんですと。だからその条文をしっかり頭に入れるっていうのは見てわかるっていうレベルではなくてね、ちゃんと頭に入ってアウトプットができて、まあ、そこまで、持っていってから問題を解いてくださいというふうに、まあ、口を酸っぱくしていつも言ってるんですけども、まあ、それをね多分きちっと実行していただいたと思うんです。ただその頭に入れるっていうのは結構多くの受験生の方が結構こうしっかり頭に入れるんです。結構時間がかかったり、ちょっと壁があるハードルがあるんですね。だからそこをもうしんどいからもう過去問ばっかりザーッと流した方がなんか進んだ感があるので、まあ、そこへ陥ってしまうと。で斉藤さんの場合、まあ多分その頭に入れなさいと言われてもね、まあ、情報もかなり絞ってますけども、ちょっとねやっぱりこう知らない言葉がたくさん出てくると、まあ覚えにくいとかね、まあ、いろいろとこう壁はあったと思います。その辺はどんなふうに克服されましたか？そうですね、もうひたすら繰り返すっていうのもありますし、あとはその分からない言葉とか理解が不十分だなって思うところがあったら、もうその都度その先生のレジュメに立ち返ってもう一回基礎のところからやり直す、それから先に進むという、そのまあ基礎の部分をかなり重視して学習を進めました。でね、まさにねこれ私がやってほしいと思っていることをやっていただいてるんですよ。でね、結構その基礎に戻って、でしっかりと理解した上でもう一度やるっていうのはもう正しい方向なんですよ。結構これ時間かかるんですね。だからその多くの受験生の方が、まあ、時間がかかることをちょっと遠回りになるから、できるだけこうもう丸覚えして分からなくてもどんどん問題をやっていったらいいやっていうふうにやるんですけどね、結局ちゃんと頭の中にこう定着するまでどんだけ時間がかかるかっていうことなんですね。でそれがしっかりと基礎をやられて、でそこでもう定着して、あともう忘れて覚えて忘れて覚えてっていうのの繰り返しがかなり減ったと思うんですね。なので、まあ、受験生の方もね、この斉藤さんの経験をですね、しっかりと理解していただいて、まあ、ちょっと急がば回れというかですね、結局しっかりと理解した方が近道だったと、まあ、頭の定着は早かったでしょう、そんな方が。そうですね、うん、はい、無駄な繰り返しをかなりなくせたと思います。はいはい、確かもうなんとなくね、なぜ1年でちゃんと受かれたのかっていうのがなんとなくよくわかります。はい、じゃあね、1日の学習時間ですけども、まあいくら効率的に勉強してもで、情報量を絞って、で私はできるだけ講義でこう一つの長い文章もキーワードをしっかり押さえてね、まあ、そこでできるだけ圧縮してこう楽しましょうっていうふうにはいつも言ってるんですけど、そうは言いつつね、やっぱりそれなりにボリュームが大きいので時間がかかったと思います。で、1日あたりどれぐらい勉強されましたか？はい、平日はその通勤時間も含めて3時間から4時間ぐらいで、休日はだいたい6時間、7時間ぐらい勉強していました。で、講義を受ける時間以外で心がけていったことは、まあ、さっきもちょっと申し上げたんですけど、不確かな部分をそのままにしないということです。で、あともう一つ心がけていたのは、例えば特許法の勉強をしているときに、この規定商標法ではどうだったかなと思うようなことがあったときに、それもその場で確認するようにしていました。1日に、ね、勉強時間が3時間取られたと思うんですけども、もちろんその1日が完全にフリーなわけじゃなくて、ちゃんと仕事も開発もされておられる
じゃあその中で、まあ、今お聞きした内容からするとね、やっぱりちゃんとね、その空いた時間で通勤時間とか隙間時間を非常に有効にね、まあ、使われたと思います。で、多くの受験生の方もね、こう通勤時間とかも勉強されてるんですけども、その同じ勉強してもそこで本当に身になって得点につながる場合とあまりつながらない場合ってあるんですね。で、斉藤さんの場合、その空いた時間に、勉強された時にね、やっぱりかなり頭の中に定着度が高まったと思うんですね。効率性が良かったと、効率的に勉強されたと。で、今やっぱり理解してですね、不明確なところは明確にした上で、まあちょっと勉強したんですよって言われましたけども、その通勤時間の勉強方法ですね。で、そこはどんなふうにされました？通勤時間ですけども、うん、歩いている時はもう先生の講義の音声をそのレックのマイページからダウンロードできるので、もうそれをずっと聞きながら歩いてまして、で電車に乗っている時はその暗記用のアプリが ありまして、無料のものが、そこにもう重要な事項を自分でまとめていまして、それでもうアプリで隙間時間に学習するようにしていました。歩きながらも勉強されてるんですねそうですね。これもね、結構講義で歩き時間があるでしょう、どこどこ間があるでしょうっていうふうにね、まあ、皆さんに、まあ、いつもお伝えしてるんですけども、やっぱりね、その歩いてる時間も今の話を聞くとちゃんとね、やっぱり覚えるところ、目的をはっきりさせて、でそこで頭に入れようとしてやるのと、やみくもにぼーっとね、なんとなくやらないといけないから眺めてるっていうのは雲泥の差が多分あると思うんですね。なので斉藤さんの場合、非常に目的意識を持って、でどこを頭に入れるのかっていうのをはっきりさせた上でね、まあいろいろアプリも使ってその知らない単語を覚えたと言われましたけど、それも多分キーワードとかね、重要なポイントをそこにこう、記憶させて、でそれを頭の中に入れたというところがね、すごく効率性が上がったなっていうのは実感します。だからこの辺もね、参考にしていただいたらいいと思いますね。あとやっぱり歩いてる時にやられてるの、私もこういう中で歩いてる時もやってくださいという話をしたと思うんですけども、やっぱりね、実行されてる人と、でいや忙しいんです、何々あるんですっていうふうにね言われるんだけども、その自分なりにやってないことに対して言い訳をね、逃げてするもんなんですね。だけどそれしても何もこう、自分にとってはプラスにならないし、じゃそういう人に限ってね、空いてる時間何もやってないというのがある。で、歩いてる時間とか、その結構1日3時間とか仕事をやる中で、で土日も6時間ぐらいやられたという話ですけども、そのモチベーションね、やっぱりその仕事で期限が決まっていたらやらざるを得ないけども、これって別にサボってても誰も文句言わないじゃないですか。それのモチベーションはどういうふうに保たれました？そうですね、モチベーション、私はあまり自分で維持することができないんですけども、江口先生が講義の中でも繰り返しそのモチベーションを高めるようなこう危機感を持たせるといいますか、でもその短期工学は全然諦めなくてもいいというような、勇気づけるようなことをおっしゃってくださったので、結構私にとっては講義を受けることがモチベーション維持にその役立っていたかなと思います。それ良かったですね。私もね、講義の中ではもういい、どうしたら受験生の人がね、こうモチベーションを上げてくれるのかなっていうので、こう例えば講義の内容というのはいかに効率よくですね、で情報量を絞って、早く理解できて頭に残るかっていうのを、まあ、かなり努力して、伝えるようにしてるんですけども、ただ来ていただいてる時間ってすごく短いですね。なので大事なのはその効率を、しっかり上げる方向、まあいつもね、前処理前処理と言ってましたけども、覚えやすいようにちゃんとアレンジした上で、あと自由時間をしっかりと使ってもらって、でそこでいかにね、そのモチベーション上げてもらえるかというか、いろいろこう言ってるんですけど、それをねしっかり受け止めていただいて、実行していただいたというのは非常に嬉しい限りです。ただやっぱりその実行されたことが1年合格につながったと思います。じゃあそれではね、これから勉強を始める人
でおすすめの勉強方法もすでにもいろいろとね説明いただきましたけども、改めて、今から勉強される人っていうのは4月から大体また新学期が始まるので、まあ、たくさんおられると思うんですけども、何かメッセージをお願いします。これから勉強される方ですか？そうですね、もう何です、はい、そうですね、これから学習始める方っていうのは、まあ、弁理試験の合格率ですとか、平均の受験回数っていうのを、まあ、特許庁から発表されてますので、そういうのをご覧になって、まあ、本当に自分が合格できるのかですとか、一体いつ合格できるのかとこう不安になってしまうのが、まあ、普通だと思います。でも毎年必ず一発で合格する方ですとか短期で合格する方は存在していますので、その一人に次は自分がなるのだと信じて強気で頑張っていただけたらなと思います。おそらくね、斉藤さんもまあどういうかな、ある程度こう記憶力はもともと良かったのかもしれないんですけども、だそれだけではね、まあ、すごい膨大な情報量なんで、何もせずに受かるってことは絶対無理ですね。でやっぱりこうどういうかな、点数が出るところっていうのが、まあ、かなり絞り込めたとしたら、まあ、そこに集中してでしっかり頭に入れて、でそれを問題で使う練習をすれば絶対取れるはずですね。そうですね。だからその一つ一つのこうテーマを見ていくと、なんかこう全体的に完璧に理解した上でやらないと解けないというよりも、やっぱりこう法律でもそれぞれの項目ごとに分かれてますから、そこを多分理解してで集中的にやって、で点数が取れるところというのをどんどん作っていただけたと思うんですけど、そんな実感でありました？そうですね、やっぱりその講義を受けたりですとか学習を進めるごとにこう知識がどんどん積み重なっていってるなっていうのはすごい実感できましたので先生そういう実感ありましたね。はい、でね、あとモチベーションすごく維持されたんですけども、まあ、人間なんでやっぱりそのずっと続けて勉強してるとね、ちょっとやっぱりしんどい時は休みたいと思うし、生理的にね、でやっぱりスランプというのもね、ちょっとやる気がなくなるなっていうのは1年の中ではあんまりなかったかもしれないんですけども、スランプ克服方法みたいな何かありますか？そうですね、あんまりスランプ克服できなかったっていうのが正直なところなんですけども、ただやっぱりそういった時のためにモチベーションが下がった時のために、こう自分にとってこう心理的負担の軽い学習っていうのをあらかじめ用意しておくっていうのをしていましたね。まあ、さっき言ったようなその暗記アプリでちょこちょこっと勉強するですとか。なるほど。はい、でまあ、私としてはそのまあ、モチベーションが低下した時に気分転換としてこうスマホをダラダラ見るみたいな、そういうのはちょっとおすすめしないですね。なんかあっという間に時間過ぎてしまいますし、こうかえって脳が疲れてしまうような気がして、あまりリフレッシュしたように感じられないので、なのでまあその軽い勉強を用意しておくっていうのはすごくおすすめです。あ、確かにね、継続性ってすごく大事で、一旦ポンとね止めてしまうと、スタートするのに結構労力っているんですね。であとね、なんかダラダラ見てもしょうがないって言われて、まさにその通りで、サボりたいくはサボるとは思ってないんだけども、ちょっとしんどいから見てダラダラダラといった時に、すごくじゃあそれで休めてるかというとね、実はその罪悪感というかね、やらないといけないと思ってるのにダラダラダラってこう逃げていっちゃうんですね。でそれってね、気分は悪いし何も良くないんですね。だからその辺を多分ね、もう自覚してうまくやられたなっていうふうには思います。じゃあですね、担当本試験が論文本試験と、まあ、進まれたんですけども、その直前に、の過ごし方ですね、まあ、それについてちょっとお聞かせください。はい、まず担当の本試験の直前なんですけれども、知識の穴を埋めるつもりで過去問ですとか答練、模試で分からなかった問題を徹底的に理解するように努めました。その答練や模試っていうのは点数に一喜一憂するものではなくって、自分の知識の穴を見つけるためのものだと捉えていました。ですので答練や模試は復習を一番重視していまして、問題を解きながら自信がないところには印をつけておいて、解き終わったら問題に正解していたかどうかよりも本当に各枝が理解できていたかという点に気をつけていました。
そのこれから統連などを受ける人はもしも点数が悪かったとしても全然落ち込む必要はないと思っていまして、むしろ本試験前に知識の穴が見つかってよかったと前向きに捉えてもらったらいいんじゃないかなと思っています。いいこと言いますね。いいこと言いますね。まさにその通りです。やっぱりあの問題あるっていうのはね、やっぱり自分の、抜けてるところというのを、まあ、見つけるためにやるわけですから、あの仮にね、こういい点数ばっかり取れても逆に見つかってない可能性もあるわけですね。だからその前向きにその答練とか、模擬試験というのを生かすっていうのはすっごくいいことで、実際そのための勉強なんですね。だからまあ前向きにね、向き合って、でたくさんその間違ったらたくさん伸びしろがっていうふうに思えばね、その分伸びるわけですからいいですね。でおそらく斉藤さんの場合は間違ったところをきちっとね、そのなぜ丸くいけただけじゃなくてなぜ間違ったのかできちっと理解も、できるまでしっかりとフォローしたと。で復習が大事だと言われましたけども、それによってね多分次から間違わなくなってるんですよ。でそうですね、はい、だからあの答えだけ合わせだけしてチャラチャラっとこう説明、解説見てねやってもね結構ね2回目やってまた間違ったりするんですね。その辺がねやっぱりそのすごい、すごいところというか1年目でよくぞそこまでできましたっていうことですね。はい、じゃああのあとですね、試験当日に会うと便利なの気をつけるべきことなどはありますか。はい、私があると便利だと思ったのは座布団ですね。その担当の試験会場が大学の講義室だったんですけれども、その椅子が大学の講義室によくあるこういう折りたたみ式の硬い木の椅子でして、その担当の3時間座り続けると結構お尻とか腰が痛くなってしまいました。なのであの論文試験の時にはスポーツ観戦で使うような薄い折りたたみ式の座布団を持っていきました。で担当も論文もかなり長時間椅子に座り続けることになりますし、試験当日までどんな会場かわからないと思うので不安があれば持っていくといいんじゃないかなと思います。ちなみに座布団はあの受験票にきちんと持ち込んでもいいですよと書いてありますので、そこはご安心いただいたらいいかなと思います。ぜひと皆さん参考にしてください。じゃあ最後になりますが、はい、あの今後の目標ですね、まあ、あの弁理士取られて、まあ、今第一歩だと思うんですけども、知財の、仕事をする上で、あとですね2020年に弁理士試験を受験する方々、2023年弁理士試験に向けて今から学習を始められる方々、まあ、既にメッセージいただいてますけど、改めてですね、今後の目標と受験生に対するメッセージ、これをお願いします。まず今後の目標なんですけれども、私自身これから実務経験がない状態で知財業界へ飛び込みますので、知識や経験を積んで早く一人前の弁理士になりたいと思っています。ついこの前に弁理士試験が終わったところなんですけれども、まだまだ勉強し続けなければいけないなと感じています。で次に今年弁理士試験を受験される方々へですが、中には今はなかなか勉強が進んでいなかったり、模試の点数が良くなかったりして悩んだり不安に思っていらっしゃる方がもしかしたらいるかもしれません。私もずっと不安を抱えながら勉強していたんですけれども、今受験生活を振り返ると試験が近づくに従って集中力が増して、こう加速度的に実力が上がったように思います。ですので最後の最後まで諦めずに自分を信じて最善を尽くしていただきたいなと思います。で最後にこれから学習を始める方なんですけれども、まあ、先ほども言ったようにすごくもう本当に合格できるのかと不安でいっぱいだと思います。でも毎年も合格する人は必ずいますので、もう次は自分の番だと信じて強気で頑張ってください。はい、ありがとうございます。まあ斉藤美咲さんにいろいろとねお伺いしましたけども、まあ、毎年ね1年合格される方を、インタビューしてるんですけどね、決してまぐれとかそんなんじゃなくて、今話を聞かれた通り、その大事な項目をやっぱりきちっと押さえてるからこそですね、確実に点数が取れたっていうのは、まあ今の話でご理解いただけたと思います。だからあの受験生の皆さんもね、こう踏むべきところ、まあ、やるべきステップ、これを確実にステップを踏んでですね、まあ合格を目指していただければと思います。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。